エピローグ花粉症で悩んでいる人は現在全国で1000万人以上いると言われます。しかし、杉の多い地方よりも都会に多く発生しているといいます。不思議ですね、なぜでしょう。先日、松竹狩りに行ってきました。案内人は何を隠そう、家内のお父さんです。お父さんは 山で生まれ山で育った根っからの山好き人間なのです山での生活は楽ではありません生活のために山を去りふもとの T 自動車工業に入社して25年定年を迎えるその年に定期検診で大腸がんが発見されたのですお父さんは行動が早かった即座に退社を決意しまた好きな山仕事に戻っていったのです それから、幾とせもの歳月が過ぎていますが、現在も元気です。その間、これという治療も薬も使わずに、山に帰っただけ、なのです。松茸狩りの前の晩、お父さんに、松茸は、どんなところに生えているんですかと聞くと、話しても帰らんぞ。という、ちょっとだけでもいいから。とねだると、夜露が降りて、 朝日が差し込み、その後、爽やかな風が通り抜ける、そんな場所だ。と答えるのです。経験のないものにはさっぱりわかりません。翌日、ニワトリもまだ寝ている時間に起き、夜明けを待って山に入ります。急な斜面を、いとも簡単に駆け上がるお父さん。途中に生えているキノコを見つけては、このキノコは食べられる。 このキノコは毒だ。これは食べれるが苦くてまずい。などと説明をしてくれるのですが、一度ついていったぐらいでは、その違いはわかりません。松茸の城という場所にやっとたどり着いて、探し始めること15分。これだ。と、お父さんが指をさしている。どれ、どれ。落ち葉の間から、白い丸いものがうっすらと見える。 落ち葉を手でかき分けて、親指と人差し指でつまみ、結構な力で引き上げる。一本見つかると、続けて数本見つけることができる。松茸狩りに半日を費やしたその間に、お父さんが、こういう場所を探せ。そっちはダメだ。と、指南してくれる。現場に行かないとなかなか説明ができない理由がわかった。本日は、特別に、 松茸が生えているところを内緒で読者に伝えておくことにしましょう。1赤松の林がある。数本でもあるところには十分ある。2朝晩の気温差が10度 C 以上になる季節と場所。3落ち葉が半分土が半分露出している。落ち葉ばかりでふかふか状態にはない。4木漏れ日が入って雨、濡れる。 日がさす、乾く、ような場所。小砂地のようなサラサラした土が良い。赤土のような粘土質はダメ六傾斜のある東向きによく生える。年によって変動がある。原種事項として、一葉株は取らない。キノコ取りは、みんなで楽しむものです。後に来る人のために残してあげる気遣いも必要。に取った後は、 必ず土をかぶせて元株を生かしておくサングマデやスコップなどの道具は使ってはいけない以上近頃ある日本の大学の先生がスーパーコンピューターを駆使して円周率を10億桁以上求めた記録が新聞に記載されていました16個の演算回路を同時に駆動させるときに誤去作動が発生する確率が高いことが分かったそうです モンゴルには果てしない大地と空が広がっています。それこそ無限という言葉がぴったりの場所です。モンゴルで生活する遊牧民にはスーパーコンピューターなど無縁の存在ですが彼らには別の素晴らしい能力を身につけているといいます。何十頭もいる羊が1匹いなくなってもすぐにほどけるのだそうです。日本人は1 3と数えて最後になって1匹足りないことに気がつきます。正確な洞察力と直感力、生活と直結した能力は、文明病に侵される日本人とは比較できないほど優れていると言えるでしょう。ここまで読んで、花粉症が都会に多い理由が少しでもひらめいたでしょうか夜露が降りて、朝日が差し込み、その後、 爽やかな風が通り抜ける場所が想像できる。何十頭もいる羊が1匹いなくなったことが数えなくてもすぐにわかる。そんな自然に生きる生活からにじみ出る能力は都会の文化的生活に分かり目を向けていては育ちようがありません。ですから本来あるべき姿の人間自分を忘れ体にいいこと必要なことがわからなくなり。 しかも貧弱な文化の汚染に押し流され動物的感覚が鈍化しているために現代病にかかりやすいのです花粉症もその一つではないかと思います今年ノーベル医学生理学賞を受賞したスタンリー・ブルジナー教授世間をにぎわす恐竜病や人間のヤコブ病を引き起こす新しい型の病原体プリオンを発見した業績が評価された 彼の発見によると新しい型のプリオンは通常人間や動物の体内で無害のタンパク質として存在しているが何らかの影響で構造が変わると脳の病気を引き起こす悪虫に変貌するのだそうです感染症の病原体がウイルスや細菌によるものではなくて誰しもが自分の体の中にある通常 無害のタンパク質が変化したものであったという医学的常識を翻す事実がまたも一つ露呈したのです通常がん細胞は米粒大になるまでに20年かかると言われていますそのもと最初のがん細胞はどうしてできるかというと DNA 遺伝子の連鎖が何かの影響で欠けてしまい狂った細胞になったことが始まりと言われます 狂った細胞のもとはといえばやはり正常細胞なのです。狂牛病ヤコブ病の原因がもとは無害のタンパク質であったことがん細胞のもとは正常細胞であったことなどから現代の悪性病を検証してみると病気は他人や他ごとのせいではなくて自分の中にある自分の生活行動によって決まる。 と言えるのでではないでしょうか現代人の多くは自分の体をわざわざ病気の渦中に投じるような生活をしていると言い換えることもできますキノコ取りにワクワクするような生活ができるモンゴルの遊牧民のように何のとらわれもなく時間や空間さえも融合してしまうような生活が喜びとなるそんな生活を どこか少しでも再発見してみようではありませんかそれにはまずその前提条件として体内のいらない毒素を排泄し体を軽くして健康的な感覚が戻ってくるようにしなければいけません。本来の自然の感覚が戻ってくるということは自然治癒力が高まってきた証拠ですからすでに健康への道のりの最初のステップを通過したことになります。 病の不安に押しつぶされないでほしい。病気は希望を捨てろと言っているのではありません。病気を敵視せずに病気が教えてくれているメッセージによく耳を傾けて反省と的確な判断で手段を選択してゆけば体はきっと喜んで健康へ導いてくれるでしょう。やるべきことできることはちゃんとあります。 あの人ができてこの人ができない。などということはありません。なぜなら、みんな、同じ、人々等だからです。参考文献。あらゆる病が消える。中曽根、茂、長谷部、南隆、京都、都民協会。現代病からの解放。長谷部、南隆、笹原処房。ヒーリングドクター。小原田、康久、封建 医療学概論、み、肖像、強剛草処房。漢方書型解説、安う、同名、草原社。脅威の眼特効療法、ビタミン B17。G.E. グリフィン、ジョン、A. リチャードソン教著、ノーベル処房。微生物の農業利用と環境保全、ひか、テルオ、農山漁村文化協会。 性化学スミスヒルレーマン・レフコビッツハンドラー・ホワイト教著広川書店国民衛生の動向厚生統計協会保健多数医療多数福祉の総合年間日本医療企画